あ、いた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 、ラジーラジー、あ、来たー、かわいい、あ、かわいいな。チャンネル登録、通知、お、よろしくね。ジョリンさん、あなたの中継ラッシュです。今日ね、久しぶりにスライムランチャーやっていきたいと思います。というわけで、前回ですね、こちらの、スチームスライムと、アッシュスライム、こちらをね、ゲットしたラッシーさんなんですが、まだですね、こちらのノックに隠されたスライムがいるということで、今回はそちらをねやっていきたいと思うんですけれども、何のスライムかと言いますとですね、なんと猛毒のスライムらしいですよ。毒です、毒、ついに来ましたね、毒スライム。うん、バブルスライムそっちなんじゃないかって説がねあるんですけど、あのちょっとそこら辺は死で行きましょう。じゃあちょっと探していきます。はい、というわけでですね、早速猛毒スライムゲットしに行きたいなと思っているわけですけれども、ですね、まずね、やっぱり水スライムが必要らしいんで、まあモスブランケットいきますね。モスブランケットに行って水スライムを調達していく。いないっすね、いない。こういう時に限ってね、いないんですよね、水スライム。今回ね、水スライムと、ラジスライムですね。うん、ラジスライムをベースに作られるということはですよ、皆さん、うん、あの毒って言ってるのは放射能です。毒が過ぎるだろ、ちょっとねちょっと毒が強すぎるだろ。せめてなんかフグの毒とかそれぐらいにしてくれよ。ねえ、いやちょっとね強いんですよね。さあ、この辺、あ、いましたいました、水スライムゲット、オッケー。水スライムちゃんがあと2、3匹欲しいですね。あ、なんかちょっと久しぶりに水の中に潜りましたけど、水の中の挙動がすごい重たくなってますね。これ多分なんか結構ひっそりと多分更新されたあのアップデートだと思うんですけど、実は水の中の動きがすごい緩くなってます。あ、緩くっていうか重くなってますね。え、でも水スライム全然いねえな、1匹しかいねえんだけど、マジかよ。ちょっと他のとこ、まあじゃあラジスライムをゲットしに行きながら、もう一個も探しましょうかね。よいしょ、はい、戻ってきました。ラジスライムはですね、インディゴエリアの方に行かないといけないので、インディゴエリア行くんですけど、まあ、ちょっとこの辺にね、せっかくなんだけど、空角場をオープンしていきたい。空角場、これどんどんできるの、空角場。お、すげえ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 、めっちゃできるじゃん。おしおしおし、空角場を集めるように、あれだな、ドローンにお願いしておいたらいいかもしれない。はい、来ましたよ、インディゴエリア。オッケー。インディゴエリアの、どっちだ、あれ、こっちかな、合ってるかな、逆行ってる気がするけど大丈夫かな。こっち行って、この先ですね。はいはい、あ、ここにもね、水スライム、いた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 、オッケー、はい、水スライムいっぱいいるから、ここはこっちで初めからゲットすればよかったですね。よしよしよし、まあ、これぐらいいればいいんじゃないですか、水スライムも。もう5匹。よし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 。で、これと、あとラジスライム。ラジスライム。よいしょ。お、あ、いた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 、ラジーラジーゲッツ、オッケー、ゲッツ、オッケー、そして、ゲッツ、オッケー、さあ、ゲッツしたよ。オッケー、オッケー、おはい、ゲッツ。よし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 。これで5匹ゲットしたので、一旦牧場に戻ろう。はい、帰ってきました。ですね、多分、あ、これだ。これ確か。これがディスライムの好きなやつだから、これ持ってこう。よし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 。これで、ちょっと空角場を納品していきましょうかね。はい、これでいいんじゃないかな。ラジスライムをまず、じゃあ、ここに離して、おかを食べさせてみましょうか。よしよしよし。これで、ね、いっぱいウンピーすると思うので、よしよしよし。出た出た出た。いいですね。このウンピーを、こいつ、あ、来たよ来たよ来たよ、ほら。あ、これウンピーじゃなくて合体か、もしかして。合体か、そっか、ここは合体だったね、そうだね。どうだろう、ちょっとやってみようか。いくよ。せーので、ほい、さあ出会うかな出会うかな、あ、出会わない出会わない、あ、でもこっち食べに行った食べに行った食べに行った、あ、来た来た、これだ、アッシュドスライム、これ両方でもいけるんだ、多分こっちでもいけるんだろう、ほら、あ、来たー、かわいい、
あ、かわいいな、足のスライム。いいですね。じゃあこの中に水スライムを入れれば何じゃないですか、これ。もしかして、よし、ほら、ほら、食べろ食べろ。あ、来た、おっしゃ。これどっちからでもいけんの、いいね。あー、ここにもいますね。アッシドスライム、ドッグスライムですよ、ドッグスライム。うわー、痛い、攻撃してくる。やっぱり毒、痛い痛い痛い、毒だからね。あー、痛い、めっちゃ攻撃してきますよ。果物食べるらしいですけど、おかおかじゃないんですね。でででで、あ、じゃあちょっとアクアスライム、これもう、これもあれにしちゃいましょう。よいしょよいしょ、食べろ。よし、来い、もう一人。あーし、来た。で、こいつらも、あ、水っていうね、イメージなくなったら、まあいいか。じゃあこいつら、これでちょっとじゃあ果物をあげてみましょう。はい、じゃあ普通の果物ですけど、これ食べるかな。よいしょ、食べろ食べろ、お前たち。あ、食べる食べる。あー、いいですね、来ました。お、来たぞ来たぞ。これが猛毒ウンピーズだ、猛毒ウンピーズ。痛い痛い、強い。やっぱね、猛毒だけ、痛い痛い痛い、猛毒だけあって強いっすね、これ。結構これ、これこうやっていってたら死にそうだよ、ほら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 、すごい強い猛毒ウンピーズですよ、これ。痛い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 、痛いですね。さあ、オッケー、ゲットしました、猛毒ウンピーズ。じゃあちょっと猛毒ウンピーズ言ってみましょう。これ結構いい値段するんだったらもう大金持ちなんですけどね、どうでしょうか。さあ、いくらになるかな。まあ、猛毒こんだけ命かけてんだから1000くらいで売れてほしいんだけど、それ高すぎるか、さすがに。よし、206、安す。ちょっと待って、おかしくない、これ値段設定が。スチームスライムだけめっちゃ高いんだけど、足のスライム安すぎだろ、おい命かけてんだぞ、こっちは牧場主としてね。え、ひどいですね、これは。まあいいや。じゃあ、あ、なんかポカンっつってる、どうしたこれ。まあ、なんかポカンって言ってる、まあいいやよくわかんないことがいっぱい起きるんだよ。さあ、じゃあですね、金にしていきましょうか。ちょっとせっかくだから、そこでポカンってなってゲットした金のウンピーズをゲットしてください。あ、こいつが勝手に食料にぶつかって、そういうこと。勝手に食料にぶつかって勝手にウンピーズを撒き散らしているというこの事件。普通はね、こうやってね、食料をぶつけるとポカンってなるんですよ、こうやってね。これを今自作自演でやってたってことですよ、あいつは自動金ウンピー製造機完成してしまいました。全自動、これあれじゃん、マイクラみたいな感じじゃん。全自動金ウンピー製造機じゃん、これ。やったやったぜ。さあ、じゃあ金食べさせてみましょうか。いくよ、何色になると思う。だ、今までの、うわ、めっちゃめっちゃ欲しがってんじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん、この子だってね。今までの経験から言うと、目の色がね、形はゴールドになっちゃうんだけど、目の色が残るんですよ。じゃあこれ、足のスライムは 目と口の色が何色かっていうとこですよね。うん、まあ緑がね、正統派ですけど、緑になるでしょうか。行きましょう、行くぞ、せーので、ほい、来た。緑にならない。え、しかもこれさ、痛いちょっと待って、面白いことがないって話。これさ、こいつと置いとくね。で、あとこいつ、こいつ、これちょっと白い方しとる。はいはい、こいつと、ほら、で、あと黒い方。よいしょ、あー、来た。違う違う、穴二人になってる。まあいいや。あー、一人落ちそう、一人落ちそう。待て待て待て、落ち着け落ち着け落ち着け。よしよしよし、よしよしよし、はい、できました。じゃあですね、ここの4匹のうち、どれが、毒スライムでしょうか。わかるな、これ。わかるな、これ。ちょっと待って。わかる。これ、ラッシュさんわかる。こいつだ。ほら、ちょっとダメだ、これ。全然クイズにならねえ。ちょっと待ってよ。おっしゃ、今度こそ行きましょう。今度はもう餌食べさせたからね。みんなニコニコですよ。さあ、この3匹のうち、誰が、足のスライムでしょうか。はい、皆さん当ててください。どの子だと思います。この子かもしれないよ、この子かもしれないよ。でもう一匹はね、海に落ちちゃいましたのであれなんですけど、さあ行きます。正解はテレレ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 レン。コメントしてね、みんなね、これ見る前にコメントして、あの真ん中右左ね、コメントしていくよ。
せーので、はい、じゃあまずこっちから行きます、この子は足のスライムなんでしょうか。ブブー、この子じゃありません。じゃあ次、これこの子は足のスライムなんでしょうか。ドーン、違います。そしてですね、この子ですね、この子は足のスライムなんでしょうか。ドーン、正解はこの子でした。っていう感じです。どうですか、どうするの。じゃあラッシュさん気がついちゃったな。これこう顔向けた瞬間にこれ出るね、右上にダメだこれクイズが成立してないダメだな。はい、ということで今日はじゃあ上がりました。次回にまた新しい、今度はね、新しい感じのスライムですね。また新たな新種の情報が来てますので、新しいスライムをちょっとね、やっていきたいと思いますので、ぜひ見てくださいね。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバーイ。